今日はちょっと短めな配信します。で、主にやろうとしているのがイベントの方です。デイリーミッションをやる、上の方の、もう一回ね、この上の方の 1,2,3,4 なんかツイッターみたいなマークから右側のこの宝箱みたいのをクリックすると、デイリーミッションみたいなやつがあって、でここを今日のミッションをクリアしていけば、いろいろもらえるの、ゴールドとか、そう、これがゴールドで、20マナーを消費、あと、強化合成とか、あと光の進化クリエイトとかか。なるほど。じゃあ、ちょっとイベントのところで、まず光のクエストがこれなのね。だから光のクエストいきます。あ、ちなみにマナーっていうのは時間とともに回復するんですけど、それは左上にあるマナーっていうところがあって、今169個のうち68、そう、戻ってきました。いきます。まず傭兵を頼みます。そうだね。でもね、なんかね、マナーはイベントに使うスタミナみたいな感じ。ストーリーだと別にマナーは消費しないので、そう。いきますね。イベントとかに使うときは必ずマナーを消費します。ありがとう。そうそう。でもイベントすごい大事。いろんなアイテムとか、そういうのがもらえちゃって、すごいいいの。開始します。ちょっと外にいるので、ちょっと声が聞きづらかったら教えてくださいね。まず傭兵を設定して、この傭兵を設定すると、私のこのメンバーが一人でも死ぬと、今度は傭兵が入ってきてくれます。で、応答の戦いにしますね。ドラクエのミミックみたい。あ、ミミックみたいなやつがいる？あ、うん。結構ね、なんか似たり寄ったりだよね。ドラクエは私やったことないんだよね。なんかドラクエって難しいんじゃないの？でもなんか噂によると、ドラクエってさ、なんか予言みたいな感じのやつが入ってるらしいよ。なんか現実世界の本当かどうかわかんないけど、どういうゲームだったかな。いきますね。で、さっきのデイリーミッションに戻ると、ほら、光の進化を1回クエストやったって感じで、星をどうもありがとうございます。いつもすみません。いいのもうもらえるだけでありがたいです。で、次はもう一個、何強化合成を行う。強化合成っていうのは、編集のところの、お、すごいね、編集のところの強化っていうところ、ここをクリックするとこんな感じであるんだけど、これ、あ、そうそう、ちなみにガチャまた引いたんさ。で、20回引いたんだけど、全部出てきたやつが最初の10回出なかった。なんか最初の10回の時はもうキャラに餌、まあ、いらないキャラを、もういらないキャラってもないんだけど、もう SR のキャラをほとんど餌にしたの、シャナの、強化するために。これこうやってやるとこんな感じで出てきて、そう、これで、あ、餌にするやつがないんだけど、今回は。で、2回目の時はほとんど武器だったの。だから武器の餌にした。いっぱいどんどん捨てていってるって感じ。そう。SR のね、なんかね、そう、武器。そう、武器の餌にしちゃいました。
なんか金色のやつ、これこういう感じのやつがいるんだけど、こういうな、こういうやつはなんだっけな、これこれ長押しで、長押しでできない、出てない、なんでだろう、長押しが出てないんですか、よくわかんない、まあいいや。なんかそういうこういう金色のやつがあったんだけど、この金色のやつのでもね、なんかね、使いづらいと捨てちゃうんだよね、私。捨てちゃうっていうか、餌にしちゃう。どうしようか、強化できるものがないんだけど。ちょっと待って、これ、ないんかな。あ、あるある。これだ、これ。所持数10個あるじゃん。え、いつの間に溜まったん？こういうその他のところやれば、なんか、使用中じゃないこういう、この一番ここの下のところにあるじゃん。このレベル30のところ。これが、なんか、餌にすることできるけど、でもやんない。強化コアのところで、なんかクエストを、あれして、クリアしていくと、もらえる。あ、これひょっとしてデイリーミッションでもらったやつかな。まあ、いや、とりあえず2個で合成します。合成しちゃいますね。で、オッケーって感じで、戻る。そう、これで多分また今日のデイリーミッションがクリアできたと思う。そうそう。でね、これを受け取ることができると、今度はほら、これの一番上の方もできた。今日ね、これやったら終わりにしますね。かなり短めだけど、これ対人の戦いで 3回戦えばいいの。戦います。戦うのはこのリアルタイムの対人戦でいきます。これね、マッチングでね、待たなきゃいけないの結構。でね、強いキャラを持ってる人と対戦した時は本当にね、しんどい。最終的にね、勝てない時はもう本当に逃げます。もう逃げるって感じで、まあ逃げても向こうは勝つけどね。そう、こんな感じで、あ、向こうのカードがすっごい強くない？ SR、SR、SSR。 まず向こうの長押しするとね、こういうのが出てきて、アクティブスキルを見る。うわ、強い。リゼットが、え？リゼット？ SSR のリゼット？やばい。ん？私の番じゃないよね。あ、ちなみに、右上にあるのがカウントね。何秒か以内にやれって感じ。やばいな。めっちゃ強いんだけど、向こう。多分負けるな、これは。なんか、キャラが強すぎて。TU があって、その下、左下。うわ、死んじゃった。うっきゃーって感じ。ブロック。ブロックかけました。クリアか。攻撃。きゃ。うわ、マジで。どうしようかな。ペインアタック。反動が出るの？君。反動が出ちゃう。ウッキャーって感じ。わあ、死んじゃった。これもうやばげだね。もう逃げる逃げる。もうこれ多分負けるわ。多分向こう、うん、逃げた場合は向こうは勝ちになります。もう一回、二回目いきます。とりあえずね、三回戦えば、クエストのやつは、クリアしていくので。うわ、めっちゃ寒いな外。まだまだかな。まだまだかな。なんか調整してる人がいる。まだまだまだ。バトル中、バトル起動中。頑張れ。
なんで？やばい、通信が悪いとかじゃないよね。おーい、おーい、マジ？あ、来た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 、多分さっき逃げたからさ。さっき逃げたから、さっきの戦いが終わるまで待たなきゃいけないのかな。来ます、こっちにしよう。レインパパさんいらっしゃい。うわ、ブロック、そして攻撃。うわ、強いキャラが持ってるこの人。うわ、やめろ。うわ、ライブリップ、失われたやつをの分を回復させるっていう。うわうわ、やめろ、やばいな、ヒーラーが来てないから今。どうしようかな、こいつ、こいつ、うちの竜が来るぞ。うわー、やめろー。何今、アンバートっていうの。よっしゃ、うわ、強そうなの来た。これ反動するんだっけ。キャー、これヒーラーが来た、直してくれるの。向こうはクマちゃんか、クマちゃんそこそこ強い。でも半島クラ、よし攻撃。なんかクマちゃん攻撃してこないね。なんかめっちゃ可愛いんだけど、左下にいる子。まあうちのシャナも可愛いけど。ん？どうしちゃった？うわっ、縛り付けられた。そう、反動受けるの 40%。 超長い戦いになりそう。うーんと、攻撃攻撃、うわ、なんか変なタコみたいな人が出てきた。タコ側の人が出てきた。これなんかあれなんだっけ、あの海賊のさやつに出てきたみたいな感じしない？その顔が。うわっ、うん、どうしよう、自分で自分を治せれるのかな。やばい、毒状態にされた。うわ、マジ？うわうわ2対2って感じ、あ、2対4って感じ。うわー、あ、うわ、マジで足りなかった。これマイナス1、
スリープさせたいな。でも3クイックか。いい、これでいくしかない。うそ、耐えてんの君。耐えちゃうんですか君。しょうがないな。2体できんのかな。よっしゃー、1回勝った。でもう1回戦います。3回目。はあ、マッチングします。待ってる間に何しましょうか。あ、そう、最近なんか LINE についてちょっとすごい研究してて、 LINE は結構なんか2つアカウント持つことができるらしいんだよ。なんかビジネス用とプライバシー用。すごいよね。あ、いけるかな。あ、いおりちゃん、ひょっとしてこの子。そうだよね、いおりだよね。やばくない。いおりちゃんがいるよ。どうしよう。うわ、この子もあれじゃん。この左下にいる子もね、あれだよ、あの今回のガチャの中のめっちゃ強いやつ。やば、え、もう逃げるよ私。もう無理じゃん。時間の無駄ひょっとして。うわ、マジで逃げる。もう3回戦ったから戻ります。戻る。これでミッションデイリーのミッションはクリアしたはず。ほら、これでね、ゴールドの5000と5000がもらえるから、これは超いい。まあ、デイリーミッションは絶対やった方がいい。あ、ちなみに昨日進化させたんさ、これ、この恐竜のやつ。そう。これ。この子。そう、すごくない?これね、なんかね、第4章やってる時に、いっぱいこの子を進化するキャラクターがもらえて、あ、キャラクターじゃない、ごめん。アイテムがもらえて、それで、いろいろ、あと昨日もさ、光のさ、これ、このさ、イベントのところの、こっちの、毎日のこの、クエストのところあるのね。上から3番目の光の進化のクエストがあるんだけど、これは、属性の、左に書いてあるんだけど、属性クエストは毎日、以下の順番で変わるのね。で、昨日が雷だったの。雷で、今日が光なのね。明日が地なんだけど、で、竜は雷なんさ。竜は雷だったから、だから、昨日ね、その残りの進化するやつをゲットできて、どれかっていうと、竜とね、シャナちゃんのね、進化するね、アイテムは一緒なんさ。ちょっと、やるね。こんな感じかな。ちょっと待ってね。そう、これ。ほら。この下の左の下にあるこの2、このこれとこれ、これがクエストの、雷のクエストのゲットできるアイテムがこの2つなんさ。で、昨日これも順調にゲットできて、で、この上のこの3つ系のやつもあったんだけど、その竜の進化するときに、で、それも順調に第4章やったときにもらえたから、振って、あと昨日のクエストをやった時、この2つできたの出てきたから、普通に進化できたんさ。だけどね、なんかね、必要なゴールドがめっちゃ高いんさ。この子シャナを進化する時に9万9000必要なのね。で、昨日なんだっけな、8万か9万ぐらい必要だったのね、その竜を進化させる時だから。ゴールドもそこそこ貯めた方がいい。ちなみにゴールドが足りないときはどうすればいいかというと、同じくイベントのところ、もうここの下、そう、ここ、これ。これをクリアしていけば、まあ消費するんだけど、これをやっていけば、そのゴールドのやつがもらえるんさ。結構ね、くれるよ。例えば、今またオードにしてる。勝手に戦ってくれるから、一番上の方のやつ、
オートっていうのやつをクリックすると自動的に戦ってくれる。だそれそれそのそのボタンを使えば、あの、なんだっけ、これが爆ミュセクミス的にみたいになって読書とか勉強とかすることができる。だずっとこのゲームにじーっと張り付く必要ない。でちなみにこの ×2 っていうのはスピードが2倍速くなるよっていう。外してもいいんだけど、でも速い方がいいかなと思って。そう、今ほらこれで勝つとどうなるかっていうと、こうだいたいほら 16,667 ゴールドがもらえます。こんな感じかな。今日はこんな感じだっていいのかな。